おい、機材の積み込みはまだか。第二区画のチェックもだ。プライオリティを間違えるな。今日中に全て終わらせるんだ。調整が済み次第サルベージを開始するぞ。博士、計器類の調整は完了しました。そうか、こっちはもうしばらくかかりそうだ。やれやれ、完全に人材不足だな。未熟なものばかりよこしおって。ここない博士から見れば未熟かもしれませんけど、皆さん熟練の研究者ばかりですよ。ならばなおさらだ。こんな段階で手間取っている場合か。まったく、上は何を考えている。でもようやくここまで来ました。スサノユニットのサルベージ始まるんですね。ああ、これからさらに忙しくなるぞ。そういえばロイの姿が見えんの。え、いえ、私も今日はまだ見てませんけど。復帰初日から遅刻か。あのバカ、どこで油を売っている。まさかまだ例の件を引きずっているのか。やれやれ、一応様子を見に行ってやるか。私に呼びに来させる部下など前代未聞だな。ロイ、私だ。ここを開けろ。おい、返事をしろ。ロイ、中で何をしている。私だ。ロッドカーマインの部屋のロックを解除しろ。私が許可する。今すぐにやれ。まさかとは思うが、死んではいないだろうな。やれやれ、生きていたか。返事くらいしたらどうなんだ。おい、私を無視。あ、博士、ちょうどよかった。見てほしいものがあるんです。何？この研究報告書を見てください。僕の仮説が正しければ、これはものすごい発見になりますよ。これは、ロイ、お前まだ。どうです、スサノオユニットとこの青の魔導書があれば、僕たちは教会の謎に大きく近づくことになる。何を考えている。何って、青、青ですよ。青さえ手に入れれば状況は一変する。ああそうだ、それを書き留めたノートが。ノート、ノートはどこだ。おかしい、資料が不足している。新たに書き起こさねば。神が必要だ。ロイ、お前。少しお待ちください。青の魔導書についてメモを残しておいたんです。すみません、コーヒーも出さずに。飲みますか。いや、また来る。邪魔をしてすまなかったな。そうですか。魔素についても見解をお聞かせしたい。魔素を制御できると聞いたら、きっと心得も喜ぶ。彼はすぐそばにあった。正直に答えろ。ロイの奴は一体何をした。は、博士。記録を見たぞ。昨夜あいつと話しただろ。内容をすべて教えろ。今すぐだ。は、はい。教えてロイ、どういうことなの。魔素流体理論も立証できるって。あなたは以前、私の論文を否定したじゃない。悔しいけど、あなたの言う通り、核型を示すために必要な観測値は、未だ実現できていないわ。捉え方の問題だよ。考えるべきは観測力の強化ではなかった。いいかい、これから釜の補助プラグに組み込んだ加速器を回す。これまで使用していなかった C20 と21だ。C の20番台？聞いたことがないわ。
君がここへ来る前に僕と九重博士が研究していたもので、このプラグは釜と接続する際に高温超伝導物質とマソとの融合伝導体を生成することが可能だ。マソの融合伝導体、それってまさか。そう、素体の精錬にも使われている技術で、この生成時の反応を解析すればきっと君のマソ流体理論にも生かすことができる。そんなことが。いえ、でもそれが本当なら確かに可能だわ。でもどうして今なの？部屋に監禁されている間ずっと考えていたんだ。サルベージの期間を早める方法を。九重博士はここ数年間この件には触れようとしなかった。あのレリウス博士も関わっていた研究だからだろうね。だけどこの反応が解析できれば新たな素体の精錬も可能だし、教会の探索にもきっと役立つはずなんだ。博士や君の研究、そして科学の進歩のためにも僕はこの研究を進めたい。頼む、力を貸してくれ、ライチ。ロイ。C20 と21だと。バカだ、あれはとっくに稼働停止させたはず。いや、それよりもロイはプラグの中に入ったのか。はい、加速器の制御を行うためにと。クソ、あのバカめが。博士、プラグが何か？あのプラグはマーソの融合伝導体を作るためのものなどではない。あれはな、アークエネミーのコアを精錬するために作られたものだ。確かにあれならお前のマソ流体理論を擬似的に再現することも可能だろうがな。間違いない、奴はそこで一時的にマソと融合し教会に触れたんだ。教会に？大変、すぐに彼を。やめろ、手遅れだ。奴の頭はすでに侵食されていた。そんな！原因を解明しなければこのままでは助からん。ライチ、お前の責任じゃない、ロイの方から言い出したことだろう。ですが。とにかくだ、私は元に戻す方法を調べる。それまでロイに対してできるだけ今までと同じように接するんだ。いいな？わかりました。これもダメか。なぜ反応が出ない？